3時からキックオフ、日本対サウジアラビア。3時からキックオフって時間見づらすぎだろうって言うけど、海外サッカー中からしたら、こんなん別になんともないとはならない嫌な時間です。はい。普通に代表戦はいい時間で見たいです。海外サッカー中とはいえ、代表ウィーク中に3時からの試合見るなんてなかなかきついっす。しかし、一切眠くない。一切眠くないです。はい。ということで今回はですね、3時45分から行われますイングランド対ギリシャを見ていきたいと思ってます。皆さんスタメン見ました。すごいメンバーで戦いますね。イングランド、サッカーの母国。普通に本当に冗談じゃなくてイングランドでギリシャつけちゃったわ。なんだっけ？あ、日本だ。日本対サウジアラビアを見ます。ランサ320円スープじゃございます。今日はサカ、フォーデン、パーマーの同時起用に注目ですということで、イングランドのメンバーはアーノルディング、2バック忘れた、左リコルイス、コルビルと誰だっけな、あ、コルビルとストーンズか。あ、ストーンズいるんだ。ストーンズキャプテンですよ今日。で、2ボラがライス、ベリンガムで、これよくわかんないんだけど、多分サカ、パーマー、ゴードンでワントップフォーデンかな。あれ、ケインに気はいない。ケインにいないっす。あ、いないんだ。うん、あー、まあトップゴードンより左ゴードンなんじゃね。左ゴードンだと思いますね。なんかイングランドでもそんなことやってんの。そんなことやってます。はい。だからね、まあ、ちょっと非常にそちらの試合は面白そうなんで、最後までは見ないんですけれども、サブモニター空いてるんで、さよならなんで、まあ、なんか久々に母国の試合でも見ますか。まだ母国、うん、今何やってんだこれ、大会。は？ネーションズリーグ。あー、グループ B。グループ B で。なるほどね。忘れない、世界最高の戦い、グループ B。やっぱグループ B からしか本物は生まれないからね。そうよ。そういうことよ。A に入ったやつはみんなまがいもの。A はまがいものです。ちょっと母国始まりますか？ちょっと母国もつけよう。母国は何で見れるの？結局。母国もダゾーンとかなんですか？母国ダゾーンですか？これ。うん。ダゾーンって見れるの？これ。普通にダゾーンか。やっぱ代表戦はダゾーンなんかね。ですね。相手どう？ギリシャです。ギリシャか。はい。ちょっと頼むわ。パブロパノスとか言いますね。ブラジルワールドカップの敵取ってくれ。俺たちの。どこに取らせようとして。AT5 分です。ああ、うん。カイルウォーカーじゃないですか。おお。キーパーってまだピックなんですか？もちろん。それ以外に誰がいるんだよ。ニックポドがそろそろ来ねえか。ニックポも年だろ。アンピックと年変わんねえか。つかポープの方が上じゃなかったっけ。ポープの方が上なの。え、じゃなかったっけ。え、そうなの。そんなイメージでな。ポープ31じゃなかったっけ。ニックポープ、うん、32歳。ピックポード30歳か。そうよ、ピックの方が年下よ。ピックの方が年下なんだ。うん。アッズーリも試合やってんのか。アッズーリのカーラフィオーリとか出てんの。カーラフィオーリ出てんのかね。じゃフランスは。ね、フランスやってんの、アッズーリ。いや違う、フランスはイスラエルですね。やばい、うん。あ、普通にカーラフィオリ出てる。あ、出てんだ、うん。さあ、そして母国イングランド、コーナーキックです。さっき。なんだっけ、新監督の名前。ね、忘れたわ。ガッサニーガみたいな監督。ガッサニーガ。オリコちゃん。あ、久々に見るな、チューベリー。チューベリーのミドルでゲットしてるコーナー。あ、マジ？めっちゃ惜しかったよ。カーズリーか。カーズリーか。カーズリー監督。これやっぱフォーデンワントップ入ってる、これ。いや入ってますね。ああ、あ、右サッカー真ん中パーマー、つかこれ夢のフォーメーションじゃないこれ、うん、スカイテイ若手全部使うフォーメーションじゃない、サウスゲートの夢。大丈夫か、そんなバカな、そんなバカな、そんなバカな、そんな緩いチームなわけがないね。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。ジェスト812300円すれば、あだす。ゲームコントローラー森田が有能すぎる。マジで有能よ、本当に。リアルガチ、今、イングランドも欲しいからね。ああいうタイプの選手。うん、ボランチの一角で。じゃあ、ボランチもね、結構場所によっては人材なんだろう。うんうん。本当に。サウスゲート見れないの、ちょっと悲しい。安心しろって。どっかのリーチームが取るから。いや、眠ってるから。英気を養ってる。戦術を蓄えてるから、今。おー。ああ誰か行けよと。確かにこの若かりしメンバーで前ちょっと前の方誰が指揮を取るのかと。だって
ライスが一応最年長だけど、ライスが最年長の時点でおかしいもんな、アタッカー陣な。いや、そうよな。で、サカ、パーマ、ベリンガム、ゴードン、フォーデンでしょ。ほぼ同期だぜ、みんな。確かに、ほぼ21から4の間ぐらいに全部収まってるか。うん、そうだね。一番若いのは普通にベリンガムか。フォーデンが一番年上か?2000年なんで、多分そうっすね。フォーデンが一番年上で。サカが2個下とかだっけ。サッカー23かな？サッカー23か。うん。あ、ファール。ファールですね。うん、パーマでどうすか？直でも。ジュニアみたい。ピック嘘でしょ？ピック嘘でしょ？あ、やった！あ、ピックやった！すげえすげえ耐えた！え？え？俺たちのピックフォードがやらかしたってのは？え、めちゃくちゃやらかした！そんなバカは言っちゃいけねえよ、おめえ。ちょっと見てくれ、マジでこれ。え？スーパーピックフォードやったよ、これ。前出て。前出て。コルビルかな？コルビル！コルビルがとんでもないクリアした。え、もう。いや、すげえな、これ。すげえな、コルビル。コルビル、これやば。しかも今見た、戻ってる最中にね、うん、左後ろ見確認したんですよね。というと？いや、だから、あんだけギリギリながら、ちゃんと周り見る余裕あるんですよ、この男。すごいな。コルウィルすげえな。でも、ありえねえやらかししてた。ありえねえやらかししてた。え、嘘でしょ、ピッチャー。この男はマジで。うん？どうした？あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。スーパークリアが一瞬で水の泡になりかねた。ほんとオフサイ。いや、オフだ。いや、でも、このラインはすごいね。うん。うん、一回飛び出してきちゃってるし。やっぱこいつ、ね、今日ピックダメな日だ。ピックはもう大慌ての日だわ。大慌ての日だわ。この国大丈夫本当に。この国は俺ユーロだったら吐きそうだってるよ俺。ダメかもしれん。いないだ、他にキーパー。ピックフォード以上に魅力的なゴールキーパーいないね。いない。結局。ただ安定したキーパーは山ほどいるけどね。結局エンターテイナーはいないっす、うん、彼以上ピックフォードってなんでステップアップしないの。でもそれが答えよ。そこに気づいちゃうはしまいよ、うん、結局、うん、そうなんだよな。そう、それが答えっすよ。世界にはピックより優秀なキーパーがいるんで、5万といるんだ。そちらを取ればいいの。今のフォーメーションは多分フォーデンワントップの4231ですね。そうですね。おじきはね、怪我ってわけじゃない。おじき今日今回ベンチにもいなかったね。怪我ってんだっけ、おじきって。まあ、おじきは休み休みでいいんじゃないですか。ていうか、もうネーションズリーグはみんな休みまくってるもん。エンバペだって帯同しないしね。うん。フランス代表になんか、マドリーでちょっと鍛錬積むわ、みたいな。もうそれでいいの、うん、理由。ちょっと修行するわっていう。そう。だからね、結構マジで、もうあらゆるクラブがそういう風にやってるから。まあ、いいんじゃないそれは。うん、そうそうそう、出たい人出ればいいんじゃないっていう。うんうんうん。そう考えると結構真面目なスタメンだなこれ。誰が？イングランド。イングランド結構みんな参加率いい。やっぱグループ A 行きたいから。他誰入ってんだって言われるとディーン・ヘンダーソン入ってんの、うん、ウォーカー、あ、リブラメントとかもいいんだ。ハバーツも重症じゃないっぽいしね多分。うん、まあいいと思うよ。でもそれぐらいのだからさ、すげえ思うのがさ、みんな過密日程がとかさ、日程多すぎるじゃんってサポーター言う割にさ、代表を休むのに異常に厳しいよね。確かに。なんだろうね。そういう。そう。過密日程がかわい、選手がかわいそうだって言うんだったら代表自体もさ、まあ、ワールドカップ予選とかじゃないんだったら心よく休ませてあげなよって思う、うん、俺は。そう、ワールドカップ、まあ。そう、ワールドカップ予選とかさ、そういうので、マジでやべえ、出れないかもしんねえとかだったらあれかもしんないけど。まあ、ネーションズならお休みなさってもらっていいんじゃないですかっていう。うんうんうん、そう。ネーションズそういう感じになってるだろ、もう、多分。なってるよ。うん、なって、もう、でもっとなっててもいいかもしれない。うん。ちょっと気になるんでとか、ちょっと法事なんでみたいな。もうだから、鍛錬積むんでていいんじゃないですか、最悪全部。うん、ちょっとクラブで鍛錬積みたいんでって。俺らの選手が苦労してんのにっていう価値観だったら、もう終わりよ。
コモリとかなんで呼ばれてないんですか。いい質問ですね。この理由はですね、サウスゲートはね、セリアを見てないから。これもうサウスじゃねえから監督。いやだから、アジテルだったらもうちょい先じゃない。今まではサウスゲートはセリアを見てないっていう。まあ、だからそうだって、もう出たいやつが、嘘でしょ？え？え？え？これ、え？そっくりさん？いや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 、本人？本人でしょ？いや、え？いや違う！え？そっくりさんだなこれ！そっくりさんじゃないこれ！嘘！え？そっくりさん！サウスではなかった今。サウスのそっくりさんだろ今。びっくりした。まだいんのかこいつの。いや俺衝撃。そっくりさんだよ。イングランドジャージしてさ、ファンとかしたサウスゲート。いや似すぎだろマジで。くっそ似てたな。パッポ。こいつまだ。ちょっと若めのサウスゲートがいたな今。会場入りしてんのかと思って。会場、うっそうだ、おもろ。絶対確信犯で抜いたよね、今。いや、そりゃそうでしょうね。くそ似てるやつ、俺やん、つって。でもなんだろう、サウスゲートだったらいても不思議じゃないんだよな。ね、確かに。ノースゲートさんが今の。おー、びっくりした。前からいるんだ、この人。ドッペルゲンガー、一人目だな。ドッペルゲンガー。いや普通になんか、なんかサウスゲート抜かれたらさ、ガチモンでも湧くよね、ちょっとね。確かに。うわ、ん、うわぁ、サウスゲート当たるよな。それ紛れてんだよ、観客に。サウスゲートまだまだいる。イーストゲートとウエストゲートがいるから。IWGP イングランドは見てないけど、やんわり、だから、失点してでもおかしくない試合をしてた。やんわり。うんうん、で、なんか、やんわりやっぱ、誰決めんの感があるな。あれが王になるんだ、マジで。ケイン、おらんと。ケインが決めなかったからユーロ大変だったんだから。本当に大変だったんだから。だって決勝とか60分くらいで買わせたでしょ、ケイン。あのハリー・ケインが60分くらいで買わせたよ。そうなんだよね。衝撃だったよ、本当に。つか、もう、欧州勢が多すぎ。アルイケハド。お。見てた。見てた。うん。だからすごい。すごいとこ抜かれました。ボラッソ。で、マジさ、最近のイングランド、ウェンブリーでマジでなんかさ、シャバい試合しすぎじゃない？裏の母国がもう、意気消沈だ。意気消沈ですよ、マジこれ。いや、俺はね、まあ、暫定監督じゃなくて、ちゃんとした監督呼んだ方がいいと思うよ。ネーションズリーグって C あります ?C あるんじゃない？確か。いやでも、一応2連勝してるから。あ、そうか。サカ怪我した？いや痛めてたの、サカ。でもなんかどっかでなんか痛めてたような、なんか、あったかもな。なんかサカそれがデフォだからさ。なんか、うん。あんま心配はしなかったんだけど。まあ、いつも足痛そうだな、なんかな。そう。あの子感知してんのかねっていう。まあいいよ、もう。2戦目休んで、ボーマス戦に出てください、ちゃんと。ネーションズリーググループ B だよ、マジで。ちょっと、まず、勝たしてよ、このイングランド。もう今日はこれで配信。じゃあ、このプレイがラストプレイでしょ。ラストプレイ。途切れたら、配信切ろう。うん。パーマーが持ってます。うん。フォーデン、リコ。うん、はい。はい。どうすんの、これ。こっから。いや、だから。心の中のケインを呼び覚ますんだ。俺がケインになるっていう。チングはね、負けております。チングはちょっと今、聖地ウェンブリースタジアムで、ネーションズリーググループ B、ギリシャに。グループ B ってあれを、あの、ワールドカップにあるグループ B じゃなくて、ちょっとランク分けられた、しっかり、ティア2。ティア2で負けてます。よし。では、ダメです。はい。はい、帰りましょう。お疲れ様です。さよなら。